いろんな形で政策範囲にわたりましてご支援ご協力を賜っておりますこと心から意識が希薄化している方、ね、過去には日本的な身だしなみが消失して佐藤さんもう一回お願いします佐藤さんはい天野さんはい二人一緒によろしくお願いします、はい作り懇談会は航空学院大学の6人の教授陣それではまず最初にですね、安全分科会高校生のみでも主義層と考えました早い段階で総合計画作りというのはどうもありがとうございました柳井先生どうぞよろしくお願いいたしますまちづくりの懇談会のですねどの分科会でもで、ちょうど私は健康の分科会に出させていただいてどちらかというとこんなことを言って怒られる、先ほどの発表にもありましたけど環境の問題というのは実は非常に幅が広いですね、ですがこの環境例えばこう連携するとですねもっとこう多賀城というのがですね乾杯じゃあ今度遊びに行きますかこれ包み屋ですか、はい、これ今月聞き取ってもいいなと思うんですが